はい、今週も始まりましたエントリーラジオ。この番組は芸能界の卵であるアダニーとタクさんがエンタメとトレンドに関して楽しく トークしていく番組となっております。周波数 78.0MHz FM 那覇スタジオより毎週木曜夜8時からの約25分間生放送でお届けしてまいります。他にもツイキャスやユーストリーム、 FM 那覇ホームページなどのコンテンツで聞くことができますよ。さらにこのエントレラジオの番組アカウントがツイッターにございまして、ツイッターの検索欄でエントレラジオと検索していただきますと番組のアカウントが出ますので、そちらもチェック、フォローをよろしくお願いします。そしてツイッターでつぶやく際にハッシュタグエントレラジオとつけてつぶやいていただきますと、私どもつぶやき確認できますので、一緒に楽しくトークしていきましょう。前回に引き続きアダニーさんが東京に滞在中ということで、本日は私ことタクさん、そしてゲストの方々とトークしてまいります。最後までよろしくお願いします。FM Naha. Your radio station. Okinawa.はい、今週も始まりましたエントレラジオ、今回もですね、前回に引き続いてアダニーさんが東京に滞在中ということで、僕一人で進めていくってことなんですけれども、僕一人じゃね、リスナーの皆さんはなんとなく不安なんじゃないかなと、僕自身も不安ですし、なのでゲストの方をね今日もお呼びしております。なのでご紹介していきましょう。それではこちらのお二人です、神谷ひかるさん、そして義母雄大さんのお二人です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、この二人もう最多ですね、はい、この番組、ね、ゲスト4回5回ぐらいですね、いやー、前回もなんていうか、あけちゃんとね、そうです、ゆうきくんに来てもらったんだけど、はい、いやー、前回をしのぐ準レギュラーですよ。もう貫禄があります、本当に。やっぱ安心感がありますね。ありがとうございます。今日はね、アダニアさんがいない東京の方へ行かれてるということで、うん、そうですね、僕たちのフォローが入れば、うん、リスナーさんの方たちもね、楽しんでくれるんじゃないかなっていう、もう気持ちでね、あげるね、わけなので、あげるね、すごい信頼感があるね。あ、もう任せてくださいよ、うん、楽しいっすよ、もう。と同時に、なんかどんどん自分でハードル上げてってる感じですか。はい、頑張ります。すいません。行きましょう、楽しんでいきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、そういうわけでですね、2人にやってきてもらったんですけれども、はい、今回はですね、2人最多の出場という、出演ということなんですけれども、なんかの大会みたいになっちゃった。出演してくれてるということなんですけれども、はい、そうですね、ありがとうございます、今回初めてもしかしたら聞く方もいらっしゃるかもしれないのでということで、この2人にね、どんどんフォーカスしていける楽しい企画ないかなということで、特別企画用意しております。お題して、2人の心丸裸に心理テストのコーナー、イエーイ。はい、というわけでですね、はい、私も参加するんですけど、ああ心理テストをですね、ちょっとやってみて、2人がね、どんなことをしているのかなっていう人柄をですね、あ、丸裸にしていけたらなっていう風な感じでですね、やってまいります。丸裸にされるんですか。丸裸にします。怖いですね。ということで、
まあそんなわけでね、何問か用意してますので、時間の許す限りね、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまず第1問。てでんあなたは友達3人とカラオケに行きました。はい、まずあなたが取る行動はどれになりそうですか。カラオケに行ったことがないという人も想像で答えてください。あ、じゃあこれは選択肢があるっていう、うん、そうですね、ことですね。選択肢があります。はいはいはい、じゃあ6つの中から選んでください。はい、はい、A 真っ先に歌う、 B 友達と相談してデュエット、はい、C 他の友達にリクエストをする、はい、D 飲み物食べ物をオーダーする、 E じっくり歌いたい曲を選ぶ、 F カラオケ苦手だからと断ってみんなの曲を聴く。さあこの6つの中から当てはまるのどれでしょうか。この中からですか。そうですね、自分の場合はどのタイプだろうなっていうこと。あ、なるほどなるほど、うん、そう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 。自分の場合は F になりますかね。ああ、ヒカルくんカラオケ苦手だから。苦手だから。実際カラオケ苦手ですか。いや、好きではあります。なんでこれ選んだ。自分はみんなが歌っているときは歌わず、うん、自分は6時間カラオケとかやるんですよ。あ、結構長いこと歌うんだ。でみんなが歌って、うん、バテたときに、うん、終わったら歌おうと。そんな感じです。外待つね、その時じゃない今はと。そうですね。あ、徐々に徐々にこう上げていく、上げていくんだね。あー、なるほどね。歌う、歌うのはちょっと人前で歌う、歌うのが苦手。苦手なので。ああ、そういうことね。そうですね、うん、まあ、来て最初には歌わないけども後々になってってことで。そうですね、うん、なるほどね。はい、じゃあゆうたいさんいかがですか。僕はですね、うん、まあ、最初にオーダー取りますかね、やっぱり。あ、オーダーを取る。はい、ほう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 。歌うってなった時やっぱ飲み物欲しくなる、うん、でまあお腹も空いたらやっぱつまみたいじゃないですか、みんなでワイワイしながら、うんうんうん、ってことで、まあ、そうですね、僕は飲み物食べ物オーダーします。あー、なるほどね、はい、まあ、気遣いができるってことでね、カゴを上げに来てるんじゃないかなってちょっと俺考えて。 そのために今日来たようなもんですからね。最初からもうグイグイ来てるね。はい、もうな、今日調子いいかもしれないですね。いいっすね、はい、これは回答に期待できますよ。はい、頑張ります。はい、ちなみに僕なんですけど、はい、うん、迷ったんですけど、はい、C の他の友達にリクエストするが近いかなと。はあ、はあはあ、リクエスト、うん、あの、じゃあタクさんはあまり歌は歌わない感じ。あ、歌うのは好きなんですけど、はい、なんかトップバッター行きたくないなっていう。ああ、じゃあ人から先に歌わせて自分も後から乗っていこうみたいな。そうそうそう、そういう意味では今のヒカルくんとめっちゃ重なるところがある。あ、重なるとこあるんだけど、なんだろうな、まず自分が真っ先に歌いたくないっていうのもそうなんだけど、はい、なんか、まあ、気心知れた間柄だったら何歌うかってわかるじゃない。あ、うん、確かに、うん、ではあるけど、もし他の人とも歌う、なんだろう、でもなんだろうな、なると、まあまあまあ、でもそうですね、うん、初めて行く人とはちょっと何歌っていいのかってい う, そ う, そ う, うん、まあ、うちら業界でしたらやっぱアニソンだったりとか歌いますからね、うん、そういうこと抵抗ある方とかはちょっと、まあ様子見ってことっすね。そうですね。そうですね、様子見で。そう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 、情報収集大事ですからね。それでちょっとテンションを上げるのかしっとりでいくのかっていうのを定めてみようかなっていう感じでね、他の友達にリクエストするっていうのを選んだんですけれども、はいはいはい、じゃあこのテストで何がわかるかってことなんですけど、ああ、これ心理テストでしたね。そういえば、そう、心理テストなんです。そう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 、そうなんですよ。あ、そうだった。まずカラオケに3人で来てあなたが取る行動はどれですかっていうことで、このテストであなたの協調度がわかりますということで。お、協調度、うん、協調度ってことなんですけど、じゃあそれぞれ6つありますけれども、そうだな、これ、まあ、1から言っていくとあれなので、じゃあヒカルくんのやつは、じゃあいや、あの、雄大からいこう。雄大からいこう。雄大から、なんか、うん、はい、ありがとうございます。順番通りにいってあれだな。じゃあ飲み物、食べ物をオーダーする。はい。これ、みんなにサービスをする立場を真っ先に選ぶ。世話人、はい、苦労人タイプ。ということですね。協調度はあり、周囲からは一目置かれる存在ですが、自分から周囲に心を開くことが苦手で孤独感に悩むこともということだそうです。あ、ちょっともう今日帰っていいですかね。ダメです、ダメです。そんなこと言わずに、そんなこと言わずに。
まあ、D の、うん、D を選んでくれた雄大くんはこんな感じですよ。そこまで言われるかと、なんか協調性いいですはい次ぐらいかなって思ったら、そんなところまで、ね、そんなところまでちょっと細かく書いてあるのがね面白いなっていうことなんですけど、はい、うん、F 行こっかなって思ったんだけど、ちょっとチラって見て面白かったから、うん、最後に伸ばそうかなって思った今。あどっと、うんうん、今ちょっとそれで順番迷ったなるほど、うん、はい、じゃあ今先に D の、飲み物食べ物をオーダーするっていう回答を言ったので、他のところ順番に行ってみようと思います、はいはい、まず真っ先に歌うを選んだ A の方、うんうん、無意識に周囲の容認を求める自己解放型ということで、あーなるほど、うん、協調度は低めですが周囲をぐいぐい引っ張っていくリーダーとしての素質はあるが、少し独りよがりの判断に傾きがち、あ周囲を確認しないと浮いた存在に陥ることもということなんですけど、あーなるほど、まあ、外で喜んでる方が、あ、見ていくとかさ、約1名いますが。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。多分 A を選んだ方。A なんで、そうですね。まあ見た感じ A っぽい方ですね。そうだね。ぐいぐい引っ張ってくれる感じはする。そうですね。うん、元気そうな。はい。はい。うん。はい、まあ A を選んだ方はこんな感じなんじゃないかなってことでした。はい。続いて B、友達と相談してデュエット。はい、これ選んだ方は、協調度が豊かな付き合いのいいタイプ。自分から積極的に集団の活動を盛り上げ、リーダー的な素質も、ただ周囲に自分の都合や責任を誰かに押し付けたり独善的行動に陥る場面もということで、あ、まあ、協調度はあるんだけれどもと、ちょっと自分が自分優先しするところもあるのかなと、グイグイいっちゃってっていう感じがあるんじゃないかなっていうことでした。で、まあ、私選んだ他の友達にリクエストするシーンなんですけれども、はい、これも B 同様に協調度に富み、周囲をよく観察して他人の存在、その才能を引き出そうとするリーダーの素質、自分の判断に自信を持ちすぎないようにということでした。じゃあ、まあ、マネージャーというか、まあ、なのかな、引き出す系のっていうプロデューサー、プロデューサーとかね、のいいのかな、なんかすんごい日和見的な感じで選んだのにこんな感じのこと書いてあっていいのかなって思ってちょっと困惑してますあ大丈夫ですよ、はい、で、うん、ありがとうございます。で、まあ、D の飲み物食べ物っていうのはさっき の、 回答だったので、次 E に行きます、はい、じっくり歌いたい曲を選ぶ、うんうん、この方は人付き合いが嫌ではないけど自分から友達の輪に飛び込むことには消極的なマイペース人間、協調度は低い方、まあ、この中ではってことなんですけど、で最後の F ですよ、カラオケ苦手だからと断ってみんなの曲聴くっていうタイプ、亀谷ですね、はい、亀谷ですよ、うん、亀谷です、君ですよ、はい、そんな気になる亀谷さんの回答なんですけれども、自分の殻に閉じこもりがちで協調度が低い引っ込み思案タイプ、不平不満ばかりを周囲にぶつけ場の空気をしらけさせがちなこともって書いてあります。そんなことはないと言いますちょっと結構な結構言われますね結構なんか結構言われますね、ちょっとフォローのポイントあるんじゃないかなと思ったけど、思ったより結構ボロクソだったね、うん、削れるだけ削っておいて、ステフォーミーみたいな、2、3を聞いてあれ、もしかしてボロクソと察したわけね、察したんだよねなるほどね、うん、でもまあそんなこと実際ないですから、うん、実際はない、うんうん、いや変わってはいるけどまあだいぶね、うん、変わったキャラクターではあるけど、そんなことはない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 、いい子ですよ、とても、はい、いい子なんです、いい子なんです、そうです、はい、いい子です、リスナーの皆さんにもそれが変わっているだけで、そう変わってるだけなんですはい、まあまあまあ伝わってると思いますよ、いい子なのは多分、そうですね、もうここにいてバシバシ伝わってくるんで次行きましょう、はい、はい、次行きましょう、聞いてみまして次行きましょう、はい、さて次なんですけど、どの超能力が欲しい、おお、まあ、これ定番ですよね、定番ですね、うん、これもまあ選択問題になってます、はい、うんうん、超能力を一つだけ身につけられるとしたらあなたどれを選びますか、うんうん、次の6つの中からお選びください。 A 透視能力、B 予知能力、はい、C 瞬間移動、 D 念力、 E 透明人間になれる、お、 F 空を飛べる、はあ、さああなたはどれを選びますかっていうことなんですけど、素敵じゃないですかね、最後なんてあたり、うん、どれも欲しいよ、言ってみたらそうですね、全部あれば、そうそうそう、でも一つだけっていう、あ、うん、あ、ちなみに、僕はこの中だったら C の瞬間移動かな、あ、
感じで選びました。確実に便利を取っていく、うん、いやもう交通費いらないじゃないですかそうですね浮きますね、交通費浮くしどこでも行けるしってそんな感じです。いかがですかお二人、いろいろありますけど。そうですね、僕は、うん、まあ、週刊移動と迷ったんですけど、おい、まあ、透明人間かな。あ、透明人間、はい、いいよね、ロマンがあるよね。ロマンですねちょっと両サイド押さえてもらって大丈夫ですか別に何もやましいことは言ってないから、やましいこと一つもね言ってないですよ。じゃあ僕が悪いんですね。はい、はい、すみません、はい、考えすぎですやめてくださいね、そんな僕たちの株を下げるようなことは。はい、自重します。はい、自重してください、お願いします。そんなヒカルさんはいかがですか。僕はですね、 B の予知能力が、おー、ね、予知能力、またちょっとシャレてるかっこいい感じで、うん、シャレてる、シャレてるシャレてる、まあ、かっこいいですけど、うん、いや不思議度に磨きがかかっていくよね、どんどん回答に、ね、なんでですか素の返しやさてここで、まあ、このテストで分かることなんですけど、あなたのコンプレックスが分かりますということで、コンプレックス、じゃあそれぞれあの順番に行っていきましょう。はい、A 投資能力を選んだ方、うん、対人関係、お、お、 B 予知能力を選んだあなた、経済力、お、経済力ですね、これ光くん選んだものなんですけど、そうですね、困ってるんですか、うん、いや困ってはないな困ってはないな、今のところ大丈夫だそうです。今のところ大丈夫です大丈夫そうです、今のところで C の瞬間移動を選んだ、まあこれ僕ですね、うん、はい、は体力、あーあーって言っちゃダメだ、うん、でも体力は、うん、やっぱ欲しいよなって思う瞬間はいろいろある、うん、で次の D 念力は忍耐力だそうです、はい、そして、まあ、一面ってところです、ね、うん、そう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 、で E の透明人間になれる、あ、これ雄大さんですね、はい、E すごいですよ、社会的圧力からの脱出って書いてあるやばい、世の中にちょっと不平不満が溜まってきてる可能性があるかもしれない、あるかもしれないですね、あるかもしれないっていう、そうですね、いや、うん、そして極めつけなんですけど F の空を飛べる、はい、性的能力って書いてますなんかちょっとここに来て違うものが出てきたみたいな感じなんですけどなんか一番可愛い回答が危なかしいですね、うん、ちょっと性的能力ってなんかもう生々しすぎでしょっていうそうですよ、そんな感じですね。選んだ人いるんですかね、うん、いるんですかね、どうかな、ギャラリーの皆さんはどうかなって思ったんですけど、多分いなさそうですね、いなさそうですね、うん、いやここでもし空を飛べるを選んでたらちょっと美味しかったかもしれないなみたいなことを思いつつですね、はいはいはい、じゃあここで、ま、1曲紹介していきたいと思います。はい、じゃあ紹介していきましょう。ツイディーズで未来の行方、お送りいたしましたのはトゥイーディーズで未来の行方でした。噛んじゃった、トゥイーディーズで未来の行方でした。ということで後半もですね、まあ心理テストやっていこうと思います。はい、行きましょう。うん、まあ面白い回答がね前半いろいろあったんですけれどもいや6択の中から選んだだけですから意図的に面白いことを言ってるつもりは全然ないんですけど、いやなんかなんだろう、うん、なんか面白かったまあ合ってるかどうかっていうのはまあさておき、まあまあまあ、まあ、うん、じゃあね最後に一つ、まあ、面白いものあったので聞いていきましょう、はい、四字熟語です。はい、四字熟語を思いついた順に2つ言ってくださいっていう、あ、もう今ポッて出たやつでもいいんですか。そうっす、あ、それは、はい、うん、っていうことなんですね。思いつくのがあればってことなんですけど、ちなみに僕は一つ目が、大器晩成で、二つ目がバック与楽っていう言葉ですね。この二つ目わかんないですね、うん、なんていうかな、苦しみを取り除いてなんか楽を与えるっていう、そういう感じですね。ああ、じゃあもう今の僕にとても欲しい存在なわけですね世の中に不満がある僕には抑圧されているからねたくさん今度食べに行きましょうね食べに行こうねお願いします、また3人で行こうね3人で行きましょうそんな感じなんですけども、はい、はい、どうですか2人、え、神はなんかある、疑心暗鬼と一期一会かなおー、なるほどね、
四字熟語自体を知らないんですよあんまりでパッと出てきたのがその2つですね、うん、なるほど疑心暗鬼と一期一会そうですね、うん、はあ、殻に閉じこもってるわけそんなことはないちょっとさっきのテスト信憑性を帯びてきたところなんですけど、いやいやいや、そうですねいや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 、おやっていう、おやじゃないんですよおやもしかしたらってとこなんですけど、おや亀屋の様子がさあそんな雄大さんはいかがでしょうか、はい、僕はですね今パッと思いついたのは、はい、十人十色、十人十色、おお、あと百花繚乱ですね、百花繚乱、おお、なるほどなるほど、これは面白いことになってきたかもしれないですよ、はい、おお、なんやなんや、まあ、気になるところなんですけれども、はい、これ実はですね順番なんですが、はい、1番目は人生観、2番目は恋愛観を表しますということだそうです。ほう、なんてこった。1番目の人生観疑心暗鬼ですからねなんてこったそりゃカラオケ歌わないですよね最初にでも2番目の恋愛観一期一会ってなんかそうですね、うん、あーなんかいいなって思った。ちょっと素敵な感じです、うん、素敵な感じで、それに比べて雄大さん恋愛観百花繚乱ってすごいことになってるよいやまあ、うん、あの素晴らしい恋愛をしてるんですよ。なるほどね、色鮮やかなね、色鮮やかな、はい、いろんな人にってわけじゃないですよ別にうん、そうだね、はい、いろんな、うん、恋愛の楽しみがあるからね、はいはい帰った方が良かったんかな最初にいやこんな回答が来るとは思ってなかったから俺いや自分思い返してみたら大器晩成とバック余楽だからまともだけど面白いの何一つないなと思っていやーなんかやられた、うん、やられたわ、うん、いや面白いとこ持ってかれたわいや俺たちもそんな回答というわけで持ってきたわけではないそうだねあらかじめこの答え知ってるわけじゃないもんね。そうです知らないですよ、うん今見て、まあ、亀谷くんとかがもう疑心暗鬼って言った時におーっびっくりしたんですけどねいやそんなわけでですね、まあ、2人の本性が丸分かりというか丸裸というかになってきたわけなんですけれどもそうですね、どんなよって感じなんですけどね、はいまあそんなわけで今回お送りいたしました。まあ、いかがですか最多ですけれども。そうですね、うん、うん、楽しいですね、なんか言っても何よりです。いい子なんですよ本当に、うん、いい子です、うん、本当いい子です、いい子なんですいい子ですからね、うん、こんないい子な亀谷くんと雄大くんなんですけれども、はい、また呼んじゃおうかななんて思っていますよ。いいんですか。ぜひともよろしくお願いします。ぜひともよろしくお願いいたします。その時はまた別の四字熟語の方をね、別の四字熟語で来ようかな。また同じ質問をしちゃう別の質問に変えてくださいその時は別の質問でね、あのトークをしていこうと思いますというわけで、まあ、お時間そろそろやってまいりました。来週もまた、木曜夜8時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私たくさんこと島袋拓人、そしてゲスト神谷ひかるさん、そして義母雄大さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺でバイバーイ。バイバーイ。最後だけテンション高い俺言葉で語れるものかい。偽り続けた心はいつかは答えが出るの。